京阪バス、片の1 7 a 語経路、星田駅停車中京阪バス片の営業所は、大阪府片野市星田北5丁目55の7にある、京阪バスの営業所である。京阪グループ共通バスカードで印字される略称は、片、車両車に記してある略称は、こうである。第二京阪道路とその川道沿いに位置する。1978年4月1日に、 平方営業所から分離し開設した。京阪バスの中では1989年に開設2008年移転の京田辺営業所の次に新しい。一般路線バスにおける営業所別の営業路線運行総延長は走行する自治体数、生駒市の割に広めであるが2009年以降は総延長トップの座を一旦は京田辺営業所に渡した。 また過去には、京阪片野から大和田駅までの路線も設定されていた。最寄り停留所は、星田北六丁目、及び片野車庫である。ただし、両停留所発着便は平日のみの運行であり、本数も極めて少ない。なお、星田駅または野口停留所より、徒歩15分ほどで行くことができる。開設よりしばらくは、当車庫発着のバスは存在していなかった。 星田北六丁目、片野車庫ともに1991年4月1日改正での設置である。2010年3月よりピタパの使用が可能になった。2013年3月16日より、京田鍋営業所が管轄していた、津田サイエンスヒルズ線の一部便を管轄するようになった。なおこれとは逆に 17A 号経路のうち、津田駅京阪片野市駅。 川内岩尾線駅間の一部便が京田鍋営業所との共管となった。しかし、翌2014年のダイヤ改定で再び全便が片の営業所管轄に戻っている。また2018年4月1日より津田サイエンスヒルズ線は全便が片の営業所に管されるとともにタウンクルの管轄を一路線のみ再開し、これにより営業所別の一般路線総延長トップに 帰り咲いた。田原台一丁目で出発を待つ京阪片の市駅企業、田原線の歴史2016年12月3日の改定で、片の管轄便はすべて京阪香里園、寝屋川市駅の運行となった。京田辺営業所と共管片の営業所は2013年より一部便のみ、管轄開始。2018年4月1日より全系統を、 型の営業所管轄とした。2020年10月9日より、土休日の運行を取りやめ、全系統が平日のみの運行となった。かつては、日野製の大型車が中心であったが、星田駅、バスターミナルの開設に伴って開設された星田線4 5号経路の開設をきっかけに、三菱不走製のエアロスターワンステップの導入を、皮切りに、 三菱不走生の車両も導入されるようになった。その後、バリアフリー法や、自動車 NOX、PM 法、大阪不流入車規制に対応する車両の置き換えに、際して、両者ほぼ均等に導入を進めた結果、現在では、いすず、日野三菱不走生のそれぞれ大型車、中型長弱車、中型車が所属している。かつては、中型短弱車も所属していた。 また、2018年4月1日には、津田サイエンスヒルズ船と寝屋川音羽町船の遺憾、津田香織船11号経路の新設に伴い、日の製の小型車が、京田鍋営業所から2台、寝屋川営業所から4台転入している。ありがとうございます。